E129 系電車は2014年12月6日に営業運転を開始した東日本旅客鉄道の直流一般系電車である E233 系をベースとして仙台支社管内で運行されている E721 系と同等の単編性設備や体幹大切構造を採用し新潟地区での実情に合わせた新潟支社向け一般系電車として開発された 車両である。二両編成と四両編成とがあり、A 編成日本はあるいは B 編成単独による四両編成や、A 編成 B 編成による六両編成を構成することにより、旅客の需要に柔軟に対応することができる。全車が総合車両製作所ニ一事業所で申請され、同社のオールステンレス車両ブランド、スースティナに属する。導入直前。 新潟市社管内で運行されていた普通列車の主力車種は115系であり、最も車齢が長いもので心臓から50年が経過していた。これらの車両の一部に対してリニューアル改造なども行われたが、車両の老朽化、設備の陳腐化への対応は急務となっていた。また、2015年3月に北陸新幹線の長野駅金沢駅間が延伸開業し、 それに伴い平行在来線のうちに、これらの状況に鑑み、本系列は製造された。半出構造の乗務員室画像の左上に、スースティナのステッカーが貼られている、フルカラー LED を採用している、行き先表示器前述の通り、車体下部にある台枠の一部を除きステンレスで、構成された軽量オールステンレス車体とした。また、客室扉の下部にある、 レールヒーターや機器ヒーターなどを装備した体幹大切構造としている。車体幅は低音像による混雑緩和とクロスシート部での車椅子の通過を考慮して 2950mm とした拡幅車とし、腰部から下部の幅を狭めた裾絞り構造としている。客室の床面高さは E233 系 E127 系と同様の 1130mm で、 あり、115系の 1225mm と比べて大幅に低くなった。側面には空気式の半自動機能付きの両開き客室扉が3つあり、扉の横にはボタンの周囲の LED が点灯するタイプの半自動スイッチが室内外に装備されている。客室扉の間の側窓は加工式と固定式の組み合わせと固定窓の配置とし、 赤外線吸収仕様の合わせ、ガラスとしている。前面及び側面には、フルカラー LED 行き先表示器が設置されており、行き先の路線ごとに、色分けの表示を行うことで乗り間違いを防ぐことが、できるようになっている。また、各車両の側面の幕板タブには、車外スピーカーが片側2個ずつ、計4個装備されており、自動放送や、上高促進用のメロディを流すことができる。 各車にデッドウェイトを搭載して低重心化を図るとともに風に強い車両としている。先頭車には貫通ホロを装備している。車体前面は踏切事故対策から E721 系と同等の全面強化を図ったほか、全面走価は車体中心から側面に向かって下に一段くぼませて緩やかに上がる傾斜状とし、全面に付着した雪を外側に押し出す。 形状としている。構え体は、側面衝突対策から側構え体の柱の位置に、幕板補強と屋根構え体のたるきの位置を合わせるという E233 系と同様の手法を採用する。全部標識灯、後部標識灯は、地上からの視認性の観点から、前面の上部に取り付けられており、照明は LED としたが、従来のシールドビームや HID よりも、 発熱量が少ないため全面ガラスの熱線を標識等の部分まで拡大させて、その部分の着接を防いでいる。乗務員室は半室構造とし、連結時には助手側を解放できる構造となっている。二両編成にはワンマン用の機器である両替機能付きの運賃箱を助手側背面に完全に収納できる構造となっており、 運賃表示器を運転室と客室の仕切りの上部に設置しているが、整理券発行機と室外の側面のワンマン表示器の設置は省略されている。また、乗務員室の背面仕切り部には、非常救出口が設置されている。車体と色は、秋の稲穂をイメージした、黄金イエローと佐渡ヶ島に生息する時をイメージした、時ピンクの2色を配置しており、前面及び腰部には、 時ピンクの太体の上部に、イエローの細体、マクイタ部には、時ピンクの帯をそれぞれ配置している。奇数形式車と、偶数形式車の計2両で、MM ユニットを組み、奇数形式車には制御装置、終電装置を、偶数形式車には、空気圧縮機、補助電源装置を搭載する。2両ユニット内の4台車の内内側2台車を、電動台車、両端2台車を、 付随台車とする構成が採用されており、編成内各車の車重差低減や、単編成時の空転低減が図られている。各機器は、寒冷地での運用を考慮して、体感大切仕様としている。電源、制御機器屋根上に設置された発電ブレーキ用の抵抗機と空調装置制御装置は、イベット阻止による2レベル、電圧型 PWM 制御インバータ1機で1両の、 一電動台車の電動機を制御する、いわゆる一 C ネーム構成の VVVF インバータに、軍で構成された、東洋電気製造製の SC102 を搭載する。上調性を確保するために故障時には一軍単位で、開放可能とし、二両編成単独運転時に一、軍を開放した場合でも35パーミル勾配での、起動を可能とする限り留置増機能を備えることで、 運転への悪影響を少なくしている。また、ベクトル制御を採用することで空転、滑走時の高速な再粘着制御を実現している。補給用の電源となる補助電源装置は、東洋電気製造製の SC103 を搭載する。暖流機箱、インバータ装置、トランスフィルタ装置で構成されており、イベット素子による3レベル電圧型 PWM、制御インバータで、 直流 1500V を電源として参照、交流 440V60Hz を出力する。空気圧縮機は E127K で採用されたレシプロ式の MHz3108C1200M を採用する。ブレーキ方式は改正、発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用する。常用ブレーキ、非常ブレーキ、そもそも速ブレーキ。 大切ブレーキ及び直通予備ブレーキの5種類を備え、常用ブレーキは時速 0km 付近まで電気ブレーキ制御が可能である。また、換算区間での改正ブレーキの執行によるブレーキ不足を発電ブレーキで補うため、発電ブレーキ用の自然冷却式抵抗器 MR183 を各社の屋根上に搭載している。なお、 将来的には蓄電池を搭載することで、改正電力を自社の走行に活用するシステムの導入が想定されている。終電装置はシングルアーム型パンタグラフを採用し、MC お及び M 車5くらいよりには上昇用引き紐を備えた PS33G が搭載される。また、MC 車100番台の一部車両前よりには、下切り用のパンタグラフが搭載され、 こちらに関しては引き紐を設置していない PS3、3D としている。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機 MT75 バイトが採用され、各車両に2機搭載されている。E233K で採用されている MT75 ベースに、豪雪地帯での走行を勘案して冷却風を、側面の幕部に設置された製風板から、風道のダクトを介して送る。 車体風道方式としている。空調装置は、集中式である AU725 五屋根状に1両あたり1台搭載しており、容量は4 8 8 4ットである。台車台車は、2 0 9系や e 2 3 1系 e 2 3 3系で、採用実績のある軸箱支持装置が、軸量式のボルスタレス台車を採用する。 車両間の重量差を小さくするとともに、短編成時の車輪の空転の低減を図るため、MM ユニットの連結面よりが、電動台車、その反対側が、付随台車となっている。E233K 用との違いは、軸ダンパーの省略と、空気バネの自動高さ調整弁の棒受けの強化である。電動台車が DT71C、DT71D、付随台車が、 tr255d, tr255e TR である。戦闘車両の付随台車は tr255d であり tr255e に強化系の雪下きと車輪の滑走を防止するセラミック噴射装置を追加装備している。駆動装置は td 次手式平行カルダン方式 kd3551cm である。td 次手は CFRP 製タワミ板を使用し、耐水、耐雪対策は施すことで歯車箱内部への浸水防止を図っている。歯車は、はすば歯車を用いた一段減速式で、歯車比は97、16イコール6.06とし、収納する歯車箱は走行中の騒音及び振動低減の観点から、球状黒煙中鉄製である。 運転台主管制御機は、左手操作式のワンハンドルマスコンである。また、運転席背面には、降雪時に使用する道具を収納する。作業時などに掲示する移動禁止機に代わる、移動禁止表示を搭載し、助手側前面窓上面部に表示機を、助手側側側側面前方に操作板を配置する。その他装備連結機は、MM ユニット間に、半永久連結機、 先頭車両前よりに電気連結器付き密着連結器、ユニット同士の連結部には密着連結器を採用する。保安装置は新規に開発した統合系 ATS 車上装置を搭載する。この装置は ATSP と ATSPS の機能を1台の装置に集約してブレーキ出力を非常ブレーキのみとすることで装置の小型化を図ったものである。 また、運転台の ATS の動作表示器には、新規に開発した ATS、PPS 等合計動作表示器が採用されている。これは、従来の ATSP 表示灯と ATSPS 表示灯、パターン速度インジケーターを一つのユニット集約したものであり、ATS ブレーキの動作の要因や、装置の故障要因を表示できる機能を持っている。 車上装置は送受信制御部と軽電基板で構成されており、4両編成では MC 車と MC 車に1台ずつ、2両編成では MC 車に1台搭載する。クモハイ e 129系車内。画像手前がロングシート部内装は自然豊かな環境と都会的な上品さを合わせ持ったイメージとしている。壁面パネルはアイボリーとクリーム色。 腰掛けは暖かみを感じさせる暖色系のピンクブラウンとしている。座席配置はクロスシートだけでなくロングシートの需要も強い新潟の実情に応えるため、一両の内半分をロングシート、もう半分を四区画のボックスシートを含むセミクロスシートとする配置を採用した。二両編成では全位寄りがロングシート、後位寄りがセミクロスシートとなり、 4両編成では2両編成同士が連結した状態と同じ座席配置となる。車端には3人、または4人掛けのロングシートを配置している。ロングシートは1人当たりの幅を 460mm とし、クロスシートはシートピッチを 1610mm に拡大し、向かい合う。 腰掛けの足元空間の間隔を 540mm とすることで出入りをスムーズなものとしている。釣り手の高さは床面から 1630mm を基本とし、優先席では 1580mm としている。座席構造は、片持ち式を基本とし、ボックス席に隣接する二人掛けロングシートと四人掛けロングシートは、電動機の風道や、 その他の機器スペースとしたこみ式としている。サービス機器サービス機器は自動放送装置の搭載と自駅名を表示できる一段式の LED 式車内案内表示装置を側引き戸のカモイブに自撮り配置としている。案内装置を配置していない箇所には液晶ディスプレイを後付けできるようになっており、2015年1月より一編成に試験的に設置された装置を用いて、 社内ビジョンの放送試験を開始した。2015年7月まで試験を続け、技術的な課題等を見極めて、本格導入を検討するとされたが、期間後も継続され、後に3編成が追加されたため、2016年10月時点では、4編成で放送が行われている。二千十七年七月十五日、新潟市社は、本形式五十両に対してこの社内ビジョンを、 本格導入すると発表した。車内照明は LED 式を採用することにより、従来の蛍光灯と比べて60%減と、省エネルギー化の推進を図っている。その他バリアフリー新法の施行により、MC 社に設けられるトイレは、車椅子対応の大型様式トイレとされた。ただし、客室内の見通しを妨げないように枕木方向の、 寸法を極力抑えるようにしている。向かい側には車椅子スペースを設けている。天井には炎感知器が設置されている。運用線区にプラス4の6両での運用2020年4月1日現在、A 編成32本と B 編成26本の計168両が新潟車両センターに配置されて運用についており、二両四両単独運転のほか 連結して2プラス2両、2プラス4両でも運転されている。運用区間は以下の通り。また、以下の区間では A 編成を使用する一部の列車でワンマン運転が行われている。A 編成は2014年12月6日より、B 編成は2016年2月14日より運用を開始した。デビュー当初の運用区間は、 E127 系の運用だった新越本線の長岡駅新潟駅間、白新線の前線、越本線の柴田駅、村上駅間、越後線の吉田駅新潟駅間のみであったが、その後115系を置き換えに運用を拡大していき、2016年7月9日より、最後まで未投入となっていた、越本線の新越駅柴田駅間にも投入され、 予定されていた新潟市社管内の直流電区間前線での運用を開始した。2016年3月26日のダイヤ改正時からは上越線の越後中里、越後湯沢、石田、六日町、浦佐の各駅で拠点 P の運用を開始することとなり、これに合わせて従来115系が使用されていた全ての定期、普通列車を本形式に置き換えた。 二千十七年三月四日のダイヤ改正では当初、製造予定だった百六十両が出揃ったため、新潟市社管内の普通電車の約八割が本系列で運行されることになった。二千十八年四月十五日に、新潟駅高架ホーム開業とそれに伴う、新潟駅構内の拠点 P 運用が開始されるため、それに先立って百十五系のうち ATSP を搭載していない。 新潟車両センターの生え抜き車後編成を淘汰する必要があった。このため、2017年12月に A 編成2本と2018年2月に B 編成1本の計8両が追加で製造された。これにより、2018年3月17日のダイヤ改正からは、新越本線、白新線、右越本線で運行される、 普通電車のすべてが本系列で運用されることとなり、さらに115系の置き換えが進行した。以後、115系は、長野総合車両センターからの転属車7、編成のみが運用されることとなり、新越本線の直越駅新潟駅間、三郷和根馬ラインの荒井駅、直越駅間、越後線の全線、八彦線の吉田駅東三条駅間で運用されている。 このほか、試運転では、上越線、渋川駅まで、臨時運用では、北越急行北北線、東下、町駅までの乗り入れ実績がある。品野鉄道は既存の115系の車両更新のために E129 系と同系のサスティーナズ23シリーズによる SR1 系を26編成導入する。しかし新型コロナの影響で導入予定を 当初の2026年までに26編成52両から2027年までに最大23編成46両に延期、縮小することが決定した。2020年3月26日に先行して100番台3編成6両が納車され、同年7月4日から営業運転が開始された。200番台は2021年1月23日に 納車され、同年3月13日に営業運転を開始している。100番台は、有料ライナー向けにデュアルシートを採用するなど、E129 系とは大きく異なる、車内設備を持つ。200番台は普通列車用で、ほぼ E129 系を踏襲した車内レイアウトとなっている。ありがとうございます。